江浦優香です。福岡県出身です。12歳です。私が7歳ぐらいの頃に豊永亜希さんがアビスパの公式アンバサーダーとして活動をしていたところを見ていて、とてもキラキラしていて、私もアイドルになりたいなって思ったからです。笑顔いっぱいで全力で楽しんでて、お客さんに元気を与えるような存在で、活動って感じでとっても良かったです。やっぱり合宿でもう本当に短い時間だったので、振りも早いところとかがあって大変だったんで、たくさん頑張りました。人差し指の銃弾のサビのところが早いので、そこが大変でした。頑張ります。はい。サッカーです。小さい頃から見ていたのもあるし、少しだけサッカー習ってたことがあるので、90分で決まるから見ていて、あ、もうすぐ終わる、負けている時は頑張れって気持ちで、勝っている時は早く終わってって思ってます。それがドキドキハラハラで面白いところです。と、石川亜美ゆちゃんで同い年で、とても明るくて楽しそうな人だなって思ってます。まあもう仲いいです。最後のバスで席が横で、横の人が4人一番後ろだったんで、4人席だったんですよ。その4人で一緒に話したり遊んだりしてました。先輩方とかと仲良くして行きたいし、福岡をみんなで盛り上げていきたいなって思ってます。常に多分明るいと思うので、見てくれている方に元気や希望を与えたいなって思っています。歌はまだまだこれから頑張っていくので、温かい目で見守ってください。よろしくお願いします。